答えが分かった方は元気よくはいとお手を挙げくださいませ。お名前者の晴れ様がご指名いたします。はい、私よく見ておりますが、これほどにもたくさんのお客様方に集まっていただきました。私が見逃してしまわぬよう、問題を最後まで聞き終わりしのち、元気な声ではいと手を挙げてくださいませ。よろしくお願いいたしますね。そして先ほど親方様もちょっと言っておりました、褒美の本、こちらに預かっております。ぜひ皆様頑張って答えてくださいませ。それではお願いいたします。では問題、上杉謙信公のライバルの一人北条氏康の居城、難攻不落の城と呼ばれておったが、その居城は何城というものが問題である。なんか最後ひいつぼみになってきたが、要するに北条家の居城、居城を答えていただきます。では、この機内室の殿、小田原城。小田原城、見事見事。正解でございます。はい、じゃあその本日どちらから、前の方へお越しください。レシーブの有名なところから。あ、レシーブから。ようこそお越しくださいました。こちらへどうぞ。あ、ではぜひもっと前の方へ。そうだ、遠慮する。はい、ではこちら、そのりさせてあげる褒美、じゃじゃん、謙信公義の塩でございます。お、どうぞ。よう答えなされた。褒美を取らず。ありがとうございました。ぜひその塩を舐めてこの夏を乗り切ってください。さて、では見事正解が出たところで、さらに、このおもてなしを盛り上げるべく一つ演舞を、ご披露、もう一度なさせていただこうと思いまする。ではもう一度支度にかかれ。はい。いただいておりまする皆々様方の義の心を、そして我上杉の義の心を一つといたし、己
春日山城、そして上越、越後、さらには日の本の国を盛り上げるため、これより勝ちどきを上げる。もう一度拳を上げ。上げておらぬもの大丈夫か。よし、では上杉軍は全軍抜刀。はっ、参ろう。いざ。Thank you.